今日はこのシトリンの丸玉をお届けしたいと思います。見てください、これもう完璧ですよね。こちらがちっちゃい方、ちっちゃい方がね、透明度が高くて虹がギラギラです。こんな感じで、後でまたね、詳細なところはお届けしたいんですけれども、まずオープニングということでね、でこちらが大きい方、こんな感じ、もう画面に入らないですよね。で、これもね、虹が出たりするんですよね。まあどちらもね、ナチュラルのシトリンの丸玉ということですよね。今日はついに来ましたということでね、これをお届けしたいと思います。そして先日お届けしたシトリンのね、ポイントちゃん、こんな感じですね。でこれのね、動画もまだご覧いただいてない方は概要欄にリンクを貼っておきますから、またね、動画も、まあ、かなり長い動画になってますけども、ぜひねご覧いただけたらと思います。これもやばい。で今日はこの丸玉ということで、これを今からお届けしたいと思います。でしたくなりますよね。どうしても丸玉を見るとね、やっぱりこういうことしたくなりますよね。なんでなんですかね、これね。まあ占い師さんがやってるイメージがねあるからなのかもわからないですけども、実際にね、まあこうやって未来が見えるのかどうなのかっていう、それをね定かじゃないんですけれども、ただね、この丸玉、まあ、のよくまあ占い師さんが持ってたりするのはこう真っ白というか透明なね、本当にこう水晶だったりするんですけど、ただこの丸玉、今日はこの2つをねお届けするんだけども、これはまあシトリンっていうことなん、まあ、キー水晶ですよね。キー水晶なんですけども、この完全な透明な石ね、例えばそこからじゃちょっとわからないんですけどもね、こういうねムク玉って言われるものね、もう完全にその傷もなければ、もう何もない、中の内包物もないっていうね、鑑別に出してムク玉なんてね、出てくるものなんですけど、これもね実は鑑別に出すと目には見えないですけど、ムクではね上がってこないんですよね。微細な傷があったりであるとか、まあ、内包物なんかもあるのかもわかんないですから、ムク玉って出ないんですけども、こういう完全なムク玉で、そしてこのサイズなんかなるとね、まあ知ってる方は知ってるんですけどね、もうかなり高額になります。もうとんでもないお値段になりますね。なのでまあ実際にね、まあこう占い師様とかが、まあ、これ言ってしまうとどうなのかなっていうね、まあ、敵を増やしちゃうんじゃないのかなと思うんですけど、またね、実際にこれを本当のムク玉でね、まあ、こんな感じの水晶で持ってる方が果たしているのかどうなのかっていうとね、まあねっていう話ですよ。微妙になってきますよね。で実際こういう丸玉っていうのは、その練り水晶って言ってね、水晶をこう溶かしてでこう再度ね形成して丸にしてたりだとか、初めからもうガラス玉なんていうことでね、ガラスで作っちゃってる丸玉なんかが、まあね、いろいろ売ってたりしますよね。出店とかね、うん、何千円とかでね売ってたりするんで、まあまあそういうもんだろうなっていう気はしますよね。実際これの本当のこんなムク玉っていうかね、なかなかね難しいなっていうところはありますよね。僕も惜しいですけどね。ただね、実際こういう丸玉ね、未来が、まあ、見えるのかどうなのかね、あなたの未来が見えますよということでね、なんかこういう本当にここに映り込むのかどうなのかは別としても、完全なムク玉、まあムク玉に近いもののこういうこれぐらいのサイズでもですよ、大きくなると本当にねもう吸い込まれそうになる。もう本当にもう未来がね、なんか見えちゃうような気になってきますよね。すごい圧力ですよね、やっぱりね。うん、それがまあこんなサイズになると本当にね、なんか、まあ、映ってもおかしくないなっていうね、自分が映り込むんじゃないですよ未来がね、映ってもいいんじゃないのかなっていうぐらい、やっぱ力強いですよね、丸玉っていうのはね。うん、でこういうポイントっていうのはね、まあ、これは前回お届けさせてもらった、先ほども言いましたけども、水晶のナチュラル、水晶じゃない、シトリンのナチュラルのねポイントっていうことなんですけれども、でこういうポイントっていうのは上にね、まあ、頂点がありますよね、てっぺんがね。でエネルギーっていうのはやっぱりこの先、先端からねこう出ていくもんだと思うんですよね。でところがこの丸玉っていうのはもう全面にやっぱりねこう放出するっていうことなんでしょうね。もうすごく圧がやっぱ強い。うん、だからこれぐらいのサイズになると、丸玉1個置いてるだけでもね、もう部屋の中がもうねエネルギーで充満するというか、だからいい気を拡散してくれるってことですよね。こんなに大きいともう本当にもう家の主ですよね。
もうずっとこれも触ってたいですよね。まあ、前回のこのねシトリンのポイントの時もずっと触ってたいよねなんていう話をしてましたけども、これももうそう、もうこの2つが来てからもう店の中のエネルギーが一気にまたさらにね上がっちゃったというか、うん、もうパワースポット化してますよね、ネイチャーサポートね。ですからまあぜひね皆さん、暑いですね。で今あの温度計がね、あちょっと下がりましたけども、さっき40度超えてましたからね、今 38.5 度ということで、もう本当ね危険ですよね、命の危険を感じる暑さになってきてますよね。で、まあ、まあこのお店は今4階にあって、で1階にね、まあ、あの占いをするスペースを作ってるんですけども、そこがねクーラーがないんですよ、もう本当に。でいつも僕たちそうなんですけども、引っ越した先っていうのはその電話の回線がなかなか引き込めなかったりであるとか、エアコンがなかなかつかないっていうね洗礼を受けるのか、いつもそういうことになってまして、でここも実はね、あの引っ越してきた当初っていうのは1年ぐらいなのかな、エアコンがつかなかったんですよね。まあ見に来てもらう業者、見に来てもらう業者がここには取り付けることができないんでって帰っちゃったりとかしててね。でしばらくしてあの4階には当然エアコンがついたんですけど、1階はまだ同じような感じで、何社かにはね見に来てもらったんですけども、エアコンを取り付けることができませんということでね、もう本当にね夏の間は地獄です。冬は寒いし、うん、もうエアコンがないですからね。エアコンがない中でね、1階ずっともうみんな扇風機だけでもう汗だくになってね鑑定してるんですけども、ようやく、昨日かな、来てもらったエアコンの業者の方が1回でもつけることができますよなんていうことを言っていただいたもんですから、今年の夏は涼しいところでね、ようやくね扇風機じゃなくてエアコンの中で鑑定ができるんじゃないのかなとなんていうのはね思ってて、よかったよかったということなんですけどもね。で今日はこのシトリンのね丸玉をお届けしますね。で、まあ、前回のこのシトリンのポイントの時もそうだったんですけど、もうかなり長い動画になっちゃって、で実際この、まあ、石のねご紹介をしてる動画ですから石のね紹介だけをすればいいんですけども、やっぱりその石を求められる方っていうのはやっぱり石言葉っていうものにもすごく興味があるというか、例えばシトリンだったらそのお金金運にまつわることに直結してる意味合いがあったりしますよね。まあ恋愛だったらローズクォーツとかインカローズですよとか、まあいろんなものがあったりしますよね。黒っぽい石だったらお守り系の石ですよとか、石言葉っていうのがあって、やっぱり石を求められる方で、僕なんかはどっちかっていうとその石言葉っていうものもまあ好きは好きなんだけども、やっぱりねこの石鉱物そのものの綺麗さであったりであるとか、その結晶の微細なところのそのなんか可愛らしいところであったりであるとか、その形状ね、表面の形状のこれがカテドラになってるよとか、水が入ってんだよなんていうね、その鉱物的なところを僕なんかはやっぱりね楽しみたいというか、そっちの方が好きなんですけども、まあでも石言葉っていうものはないよりはあった方がいいと思いますからね。でその時に、まあ、石のご紹介だけをしてもいいんだけども、やっぱりね何かねそれにちなんだというか、少しまつわるねお話なんかもした方がやっぱりいいんじゃないのかなということで、いつもグダ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 話してて長くなっちゃうんですよね。で今回もどうしようかなと思ったんですよ、もうこの丸玉だけね。でこれあの光が当たるとなかなかね輝きがどうなのかなということで、今上の蛍光灯を消して前からライトを少し当ててね撮影してるんですよね。だから初めオープニングということで、この光があまり当たらないところのねあの絵を見せさせお見せしたんですけども、また最後詳細なところはね少し光がねあまり当たらないところでこの石のね魅力っていうものをお伝えできればいいんじゃないのかなとは思ってるんですけども、なので今日はねまあどうしようかなと思ったんですよね。あまりグダ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 話しててもね、やっぱ見る方がね見ていただく方が大変ですからね、早く石のね詳細なところだけを見たいっていう方もいらっしゃると思うんで、今日はやめちゃおうかなと思ったんですけども、嫌がられるとねなおさら喋りたくなるのが僕でして、今日もねまたね喋ってやろうということで、グダグダとねちょっと喋ってみたいと思いますよね。で今日は何を簡単にね、このシトリンちゃんにまつわるところでお話ししようかなと思ったんですけども、やっぱりその行動力アップであるとか金運アップであるとか、
ご商売繁盛とかそういう意味合いっていうものがシトリンと直結しますから、それでいくと前回はねお金の話、お金のブロックの解除の話とか素直になった方がいいですよなんていう話をこのシトリンのポイントのところでお話ししたもんですから、まあ今日はその縁とかね筋とか恩とかまあずっとね、繋がってますよなんていうところをね少しお話ししてみたいななんていうのを思ってるんですよね。まあそんな大層な話は別にないんで、もうめんどくさい方はね最後またぐーっとこう進めていただいて、この石の詳細なところだけをね見ていただければいいんじゃないのかなと思うんですけども、で今日は筋を通す、まあ縁とかね筋とかまあ恩っていう言い方をねしてもいいと思うんだけども、まあそういう話をね少ししたいなと思うんですけども、まあ、筋を通すっていうとこう例えば自分っていうものをね、まあ、貫いて、うん、筋道を立ててで信念を持って、うん、一つねこうバシッとした、まあ、それこそ信念みたいなもんなのかな、まあ、難しいですよね、まあ、それを貫いていくっていうことが筋を通すっていうことでね捉えられることって結構あると思うんですよ。筋を通した生き方をするとかね、自分はこうなんだっていうところですよね。まあ一見するとすごくなんか頑固親父みたいになってしまうと思うんですけれども、筋を通した生き方をする。で僕が今日言いたいのはまあそういうことではなくて、例えばね、まあ今ねすごくこういろんなことで、まあ、物価が上がってきてるよなんていうのは言われてますよね。電気代も上がってるよとか、食料品も上がってるよとか、いろんなものがちょっとずつお値段がねこう上がっていってたりする。でするとやっぱり物でいくとね、物で例えるとあそこのスーパーがね、例えば50円安いよとか、こっちのスーパーがなんか今日はあれが安いよとかっていうことがあると、皆さんやっぱりそういうところに行きたくなるじゃないですか。もう当然やっぱりいつも買ってるものよりも値段が安いとそっちがいいよねって、ちょっと話がねずれてるかもわかんないですけども、そういうことってあったりするじゃないですかね。昔から言われてる卵があそこが5円が安いよって言われるとあっちに行っちゃうよねなんていうこともあったりするじゃないですかね。でそこまでタクシー使って行ってると結局どうなのよなんていうねことも言われたりする。まあタクシーで行くかどうかは別としてね。で僕が言いたいのは何なのかっていうと、例えばこう生活してる中でね、自分が世話になったなっていうことがあったとするじゃないですか。例えばあそこのお店の店員さんにすごく、まあ、すごくっていう言い方をすると誇張してるのかもわかんないけども、何かいつもねよくしてくれる、いろんなことを教えてくれるし親身になってくれるし、で商品以上の価値をね、付加価値をつけて物を提供してくれるっていうお店があったとするじゃないですか。でそこのお店でいつも買ってるものと同じものがね少し安い、50円安い、100円安い、1000円安いってするとするじゃないですか。するとみんな安い方に行ったりするんだけども、その安いお店はねあなたに何かをしてくれましたかってことなんですよね。皆さんに何かもともとよくしてくれてた商品の価値以上の付加価値をつけて販売してくれてたお店と同等のことを安いお店は皆様にしてくれますか、私たちにしてくれてますかってことなんですよね。まあ値段だけでいくと当然安い方がいいのかもわからない、ね、でもこちらの安いお店は別に私たちにとってその商品を販売するだけでそれ以上のことはない。でももともとあったこちらのお店はその商品の価値以上のものを提供してくれる、ね、空間を提供してくれる、顧客満足度がすごく高いお店があったんですよ、ね、すると安いだけで安いお店で買うんじゃなくて、やっぱり僕が言いたいのは筋を通してねってことなんですよ。まずこちらのお店にその声をかけてみるというか、何かあればやっぱりそこで世話になったと思うんであれば、そこのためにそのお店にその人にとって私は何ができるんだろうかっていうことですよ。で世話になってるとするならばですよ、そう感じてないならば別にいいと思う。でも最近はやっぱり希薄になってきてますから、そういう風なね人間関係とかを作らずに、やっぱり安いお店安いお店ね、ちょっとでも安いお店っていうことで皆さんねこうやっぱりネットなんかでも探されて価格だけで決めちゃう時代にもなってきてますから、まあ、どっちがいい悪いじゃなくて、もうそれはね、私たちその購入する側が決めればいいことだと思うんだけども、
パスパスパスと切れていっちゃうと思うんですよね。いろんなことがつながりがないっていうんですか、うん、だから自分が何か世話になったな、助かったなと思うんであれば、やっぱりそのお店から物は購入してあげるとか、ね、その人にとって私は何ができるんだろうか、私は例えばすごく助かったな、ね、このお店の店員さんから物を買うことによってすごく自分が助かった、ね、顧客満足度が高かったとするならば、そのお店にとって私は何ができるんだろうか、何が協力できるんだろうかっていうことを考えると、やっぱりそのお店から物を買うとかね、物を買う買わないの話だけを今してますけどね、そういうことの筋っていうお話を私は今日はしてるんですよね、僕はね、うん、筋を通して生きるんだっていう、そういう難しい話をしてるんじゃないんですよね、うん、やっぱそういうことってすごく大切なことだと思うんですよ。それは縁っていうことにも言えると思うんですよね。縁を感じた相手に対して、ね、自分が助かったなって、助けられたなって、すごく満足したなって、ああ、ありがたいなって、感謝してるなと思うんであれば、あなたはその方にとって何が協力できますかって。やっぱ何か協力してあげる。それが縁、つながりだと思うんですよね。恩っていうことも言えると思うし、筋っていうことも言えると思うんですよね。やっぱりそういう筋道を立てた、やっぱり生き方、筋を通す。で、私もね、僕もね、結構そういうところがありまして、昔から。なんかこう、世話になったなとか、一番最初に何かを教えてくれた相手とか、ね、彼はやっぱり、その方から、やっぱり購入したい、してあげたいというか、でそこはやっぱ筋を通したいんですよね。で一番最初に話を持っていく、こうこうこうでこんなものあるとか、こんなことできるっていうのをまずその方に聞いてみる。でその方がいやできないんだとか取り扱ってないんだっていうことになれば、それは別のお店っていうことにはなるんだけど、きっちり筋を通してますよね。一番最初に世話になったなって、助かったな、助けられたなと思う方にまず声をかけてみる、ね、こうこうこうでこんなことがあるんだけどできるって、こんなもの持ってるって、こんなことしたいと思うんだけどどう思うっていう、やっぱり相談してみる、ね、知恵を借りてみる、まずは一番最初に声をかけてみる、ね、そしてできるんであればまたその人とのつながりが、つながっていくわけですよね、ずっとね。それが筋道を立てた生き方っていうことじゃないのかなと思ってね、僕が言うですよ、うん、やっぱねすごく大切だと思うんですよ、縁とかね、恩を感じるとか、なんかまあこんなこと言うとね、まあ、そんな古いね捉え方というか考え方って今の時代通用しないよって、もっとフランクに捉えて、自分のねそのメリットになることだけをチョイスして生きていく方が便利なんだよって言われてしまえば、まあそれまでなんですよね。確かにそうかもわからないんですけども、何かね、僕自身は古い考えの人間ですからちょっと寂しいんですよね。なんかねそこで切れていってしまうっていうのがね、やっぱりつながりは持っておきたいね、何かあった時には頼りたいなとか、なんかそういうことってあったりするんで、その筋っていうものはやっぱりね、縁っていうものは大切にしていくっていうところが、やっぱりこういうね、お金っていうことに対してもつながってくるんじゃないのかなっていうのはすごく思いますよね。チャンスっていうことにしてもそうだし、何かあった時にやっぱりね、助け舟が入ったりするっていうのは、そういう生き方をしてると助けてくれる人がいるというかね、そういうところに必ずつながってくるんじゃないのかなっていうのがありますよね。その場しのぎで切っていかないっていうことですよ。まあどうしてもね、何かこう例えば人間関係で喧嘩しちゃったとかっていうこともあると思うんですよ。で世話になったなって思ってる人がいたとしても、何かのきっかけでね、なんかあの人以前はすごく良かったのにとかね、なんか最近違うんだよねとか、なんか全然私と考え方というか捉え方も違うし方向性も違うし、もうなんかあの人いいかなって思うことも当然出てくると思うんですよ。向こうも思ってるかもわかんないし、思う時があるかもわからない、あるかもわからないんだけども、じゃあもういいやってパスッと切ってしまうんじゃなくてね、何かあった時にはまたね一度ちょっと声をかけてみる。もう完全にこじれちゃった場合はしょうがないと思いますよ。もうそれはね何かの形で、まあいろんな理由があるでしょうから、人間関係っていうのは特にね、終わっちゃった場合っていうのは、そこまでねもう完全に終わってしまった人に対してまたね声をかけるっていうのも、なんか火に油を注ぐなんていうこともあるかもわからないんで、それは別だと思うんですけども、そこまでこじれてないんであれば、やっぱり一度筋道を立ててお伺いを立てて、そしてまた次に進んでいくっていうことをすると、こうずっとねつながっていくという思うんですよね。いろんなことが点になってたものが線になっていくというかね、そんな感じでつながっていきますので、そういうやっぱ生き方をしてると、やっぱりねお金っていうのもつながっていくし、チャンスっていうのもつながっていくし、
ね、強いては引き寄せ、幸せの引き寄せにもつながってくるんじゃないのかなと思いますよね。で、まあ、先ほどのね、その一般的に言われてる筋っていうところでいくと、自分を貫くっていうところだと思うんですけども、まあ、自分を貫くって言ったってっていう話でね、そこまでね、肩肘張ってね、自分はこうなんだと、自分の考えはこうなんだ、まあ、僕もそんなところすごくあるんですけれども、そのなんだろう、押し通すことによっての弊害っていうのもすごくあったりするじゃないですか、ね、でよく言われるのが、その、まあ、いろんな顔があると、ね、あの人って八方美人だよねって、あっちの人にはあんな顔、こっちの人にはこんな顔、ね、でこっちの人にはこう言ってたしっていうことがあったりするじゃないですか。あの人もあちこちでなんかいつもと違うよね、人に合わせて顔が違うよねって言うと、なんか悪いようにね、こう捉えられることがあるんですけども、でもね、例えば親の前での自分ね、親と接してる時の自分、そして友達と接してる時の自分、例えば普通にお買い物を行く時の自分、街を歩く時の自分、そして女の子と喋る時の自分、男の子と喋る時の自分で、この人となんかね、お付き合いしたいなっていう恋愛モードになってる時の自分、いろんな自分がいるじゃないですか。でどれがじゃあ本当の自分なのかっていうと、これね、全部自分なんですよね。本当の自分なんですよ、当然ですよね。親と同じようにのその接し方というか、態度で友達とやっぱ接しないですよね。親の前ではこの素が出たりするじゃないですか、やっぱりわがままになったりもするし、普段友達には使わないような言葉遣いになったりとかっていうものもやっぱりね、さらけ出せるんで、親の前ではそうなったりすることも多いじゃないですか。まあ皆さんがそうじゃないですよ、やっぱり、いろんな親子の関係がありますから一概には言えないけどね。だからいろんな自分があっていいと思うんですよ。この人の前ではこの自分が、本当の自分だし、こっちの友達と喋る時も本当の自分だし、ね、で好きな子のを目の前にして、なんか自分をこう背伸びして見せて、取り繕って、嘘がバレないようにしてるのも本当の自分だし、全部本当の自分ですよね。でその中で自分を貫くっていう時も、その筋を通すっていう筋もね、僕ねいっぱいあっていいと思うんですよ。別にこういう筋があったりこういう筋があったりって、自分はこうだからこうなんだって、でこの筋を通して絶対に生きるんだ、やり抜くんだ、貫くんだって、まあそれは素敵なことなんですけど、そんなに肩肘張ってね生きてるとしんどくなっちゃいますから、大事なんですよ。ただ腹の中で持ってるのはいいと思うんですね。こういうふうに、私は僕は生きていくんだってね、これが大切なんだっていう筋は当然腹の中では持ってていい、ないよりはあった方がいいですから、当然一本あるとそれが自分軸っていうことですから、ブレない判断基準になりますから、僕なんていうのもそれはあるし、ただそれを前面に出しちゃうとぶつかることってやっぱり多いですよね、当然ね。みんながみんな同じようなその考えでいるわけじゃないんで、他人っていうのはね、当然ぶつかることの方が多くなってきますから、時と場合に応じてこっちの人にはこういう対応をする、こっちにはこういう自分を出す、こっちにはこういう自分を出す、ね、それでいいと思うんですね。でも腹の中では私はこう思うよっていう、それでいいと思うんで、いちいちそこでね議論をして、ぶつかって、いやそうじゃないんだ、ああじゃないんだってやってるとキリがないですよね。腹の中では持ってていいですよね、私はこうだよっていうね。でなんか話があった時にそうだよねっていうことでね、こう話を合わせててもね、腹の中で舌を出しててもいいじゃないですか。いやそんなん絶対違うけどなって腹の中で思ってても、でも表面的にはね、ああそうだよねって、それもそうだよねっていうことで合わせとけば別にいいですよね。腹の中ではいやそんなん絶対ちゃうでと思ってても別にいいですよ。なんかいろんな自分があってもいいですよね。まあそういう感じのね、筋を通して生きるっていうことでは一般的に言われたりしてるんですけども、今日の僕の言いたかった筋っていうのは、そのことに、その方に対してね、そのお店に対して何か、世話になったなと思うんであればね、そういうふうにね、縁を大切にして筋を通してつながりを持って生きていくっていう筋っていうお話をさせていただいてるんですよね。だからまあ引っ越しちゃったら終わりとかね、そういうことでもなくて、昔あそこのお店で世話になったなって、あの人に世話になったなっていうことがあるとするならば、
やっぱりね、近所に来た時にはまた一度ね、顔を出してみるとか、お久しぶりですっていうことでね、言ってみるとか、なんかそういうね、つながりっていうものを感じながらね、生きてるとね、温かいですよね、やっぱりね、生き方がね、うん、パシッパシッパシッと切っていくんじゃなくてね、うん、どっかに行ったとしてもね、また、そのことを覚えてて近所に行った時にはね、まあ一度顔を出してみるとか、なんかそういう生き方っていうのがね、温かいし、それが全てね、金運とか、うん、引き寄せとかお金とか、そういうことにもね、やっぱずっとつながってくると思うんですよね。やっぱお金っていうのはお足って言われますよね。足がついてる、運んでくるものだって言われてますから、やっぱり切っちゃうとね、運んできてくれない。やっぱずっと道がつながってるからね、その上でお金も流れてくるし、運んできてくれるんじゃないのかなと思いますよね。まあそういうことがすごく大事なんで、そういうね、温かい生き方をしてるといいんじゃないのかなと思いますよね。で、そういう考えのもとで、こういうね、今日ご紹介するひとりんちゃんなんかが家にあるとね、その温かいオーラですよ、幸せなオーラね、そういう縁とか筋っていうものをね、さらに増幅してくれる、拡散してくれる、部屋中になんかね、こういう温かい幸せオーラをね、充満させてね、いろんな方がこう寄ってきてくれる、温かいものが寄ってくる、お金が寄ってくるっていう風にね、捉えてもらえると、どんどんね、幸せになっていくんじゃないのかなと思いますよね。もう見てるだけでももうたまらないですよね。医師としての魅力は当然あるんですけども、それ以上のもの、それを超えたものがね、やっぱりありますよね、この丸玉にはね。まあぜひこれはね、今日はね、皆さんにご紹介したくて、でなるべくね、早くお届けしたかったんですけれども、ちょっとバタバタしておりましたので、ご紹介がね、遅くなってしまいましたけども、前回お届けしたこのナチュラルのシトリンのポイント、そしてナチュラルのシトリンの丸玉、この3点ね、素晴らしい子たちですから、今日はこの丸玉をね、今から詳細なところをお届けしたいと思います。それではまず小さい方のね、シトリンの丸玉からご紹介したいと思いますよね。今回も下の台座がね、立派でしょ、これ。これは黒塗りですよね。いかついですよね。ハスのような感じかな、これはね。こんな感じで。台座もしっかりしてます。ね。こんな風に。そして今日はこの台座にね、置いたまま少し回そうかなと思ってますよね。この辺が、虹がやばいですよね、これ。こんな感じで見えます。ね。これライト当ててないですからね、蛍光灯のライトだけでこれだけ光るっていうことですよね。かなり綺麗ですよね、こんな風に。で、透明度もね、かなりありますね、こんな風に。まあどの角度で見ていただいても虹がギラギラですよね、この角度ね。真上からいきましょうか。こんな風に見えてますね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。ね、もう本当にこの辺とかやばいですよね、これ。こんな風に見えてます。めちゃめちゃ綺麗です。で、これがね、この子が重さが 6.4 キロですね。6キロありますから、まあまあ重たいですよね。こんな風にもうギラギラです。この辺の角度とかね、この辺とかやばいですよね。この辺ね、すごいことになってますよね。虹がもう綺麗ですよね。どの角度で見ていただいても虹がもうギラギラです。めちゃめちゃ綺麗ですね。この辺なんかもいいですよね。ね、すごく綺麗。そして台座の上のね、安定感ももう抜群ですから、もうどこにでも置けますよね。ね、この辺で、で触ってても気持ちいい、すごくね。こんな風に見えます。本当に綺麗です。よいしょ、ね、すごく綺麗。迫力がありますよね。こんな風に見えてますからね。こんな感じですよ。どの角度で見ていただいても OK です。ね、すごく綺麗。この辺なんかもすごく綺麗ですよね。この辺とかもやばいことになってますよね、これね。もうずっと見てられますよね、これね。
なんかこうね、ずーっと回して何時間でもこう見ていられそうですよね。テンション上がりますよね。こうね、黄色だけでもやっぱテンションね、元気にはなってきますけど、これだけね、虹が輝くと、本当にどの角度から見ていただいてももうギラギラっていう感じで、眩しいぐらいですよね、ここね。こんな風に見えますからね。本当立派です。この辺なんかも、ね、こんな感じで、すごく綺麗ですよね、この辺ね。見える、あー、ここも綺麗ですよね、これね、この辺ね。で、僕の手でこれぐらいのサイズっていう感じですよね。後でね、順番に少しね、実際に持った感じもね、お見せしたいなと思いますけども、小さい子の方がこんな風に見えるっていう感じですね。めちゃめちゃ綺麗ですよね。これが家にあるとね、どうですかっていうことですよね。本当に拡散してくれそうでしょね、幸せオーラをね。こんな風に見える子です。そして横のこの子ですよ。この子行ってみましょうよ、大きい子ね。で、これがね、重さが23キロ超えね、やばいです。で、こちらは台座が同じような台座なんですけども、こっちはゴールドです。渋いですよね。ゴールドとこう黒のね、コラボレーションしてる台座ですよね。こんな感じで、まあこの横にはね、水晶のちっちゃな丸太もね、まあちっちゃいっつってもこれもでかいんですよね。これもでかいんですけど、今日はこのね、一人の台座も立派で、この台座の上にこの子ですね。で、この辺なんかがね、虹が出てるんですよね。で、こちらの子はね、小さい子と比べて透明度はね、そこまで、まあ、ないと。ないけども、この迫力、これ回せるのかなっていう話ですよね。ね、ちょっとカメラ固定してね、これ回してみますね。重たすぎて片手では回らないということですからね。で、次これがね、大きい方ですよね。片手ではね、少しね、重たすぎて回すのがね、無理だったもんですからね、少しカメラを固定してね、次はね、お見せしたいと思いますよね。この辺ですよね。この辺がね、虹が結構出てますよね。綺麗ですよね、この辺がね、やっぱりね。これ両手でもね、結構重たい。あ、ここですよね。この辺が綺麗にね、虹が、で、内包物がまたね、あって透けてるんですよね、この辺がね。あ、この辺が綺麗ですよね。ギラギラっていう感じですよね。で、これね、こんな感じでね、小さい方と比べるとね、透明度というところでは劣るんですが、何せこのね、サイズ感、あ、この辺もね、虹出ますよね。奥からね、可愛らしくね、虹がね、光りますよね。僕の服がね、ちょっと透けてるね、ピンクがちょっと透けちゃってますよね、クマちゃんがね。あの、こんな感じで、で、気持ちがいいね、触っててね、すごくね。で、この辺とかね、全体に白くなってるんですけども、そんなのは関係ないぐらいのエネルギーがやっぱりありますよね。見てください、これ、この可愛らしいのね、こんな感じで淡いイエローカラーでね、こんな風に見える子ですね。で、この辺なんかもね、虹がね、またね、この辺ね、こう出るんですよ。この辺ね、全体的にキラキラとね、光るんですよね、この辺ね。こんな感じ、この辺もね、虹が出たりとか、全体的にこの辺に光ってますよね。ね、こんな感じで綺麗ですよね。まあ重たいね、本当にこれはね、両手でも回すのがね、ちょっと大変かなっていう感じなんですけども、まあこの迫力分かってもらえると思いますよね。この辺とかすごい綺麗でしょね、すごく全体的にね、すごく迫力がありますよね。まあめちゃめちゃかっこいいね。で、次はね、少し実際にね、持ったところもね、もうお見せしてみたいと思いますよね。次は持ってみたところをお見せしたいと思います。はい、それではね、実際に持ったところです。どうですかね、画面越しにもギラギラしてるところって見えてますか、これね。まあ綺麗です。で、重い、まあ6キロですから、それほどね、重たく感じないかなということなんですが、両手でも結構これね、持ってるとやばい、腕がね、痛い、こんな感じに見える子です
ね、結構迫力があります。両手でもボーリングみたいですけどね、これね。こんな感じでギラギラということです。片手ではやっぱり重いね。両手で持っていただきたい。で、当然台座の上に置いてね、こういう風に飾っていただいてもいいんだけども、家に帰ってきた時なんかはね、こんな風にそっとね、握っていただいたりとかしながらね、瞑想に使うにはちょっと重たいと思いますから、こう両手でね、握っていただいたりとかして、しとりんちゃんとね、遊んでいただくと幸せオーラをね、部屋中に拡散してくれるんじゃないのかなと思いますよね。どうですかこれ、ギラギラしてるとこ映ってますかね。こんな感じで見えてるってことですよ。まあ綺麗で、この後はね、大きな子行ってみたいと思います。はい、それではこれがね、家の主です。とにかく重い。もうね、手を前にね、体から離せないです。これ落としちゃいそうでね、とにかく重たい。で、回すことももう不可能です。これこのまま僕動きません。動かせない。もうこんな感じ、もう手がプルプルです。どうですかね、大きいの分かってもらえますかね、画面から。どうですかこれ、とにかくでかい、重い。もうこれね、台座から離すことも無理です。置いてしまうと。で、もっとね、いろんな角度こう見せしたいんですけど、体ごと動かさないともうね、もう無理。これ腰入れて持ってますからね。こんな感じで大きい子見えるってことです。もう終わりますよ。分かっていただけましたかこれね、もう十分ですよね。これだけでかいってことです。もうまさに家の主っていうことですから、今日はこの2つのしとりんちゃんね、お届けさせていただきました。ありがとうございました。